MLB ワイルドカードシリーズパドレスを4ブレーブス、日本時間3日、ペトコパーク。ワイルドカードシリーズ第2戦が3日、日本時間に行われて、パドレスが K。東岡、34の2試合連続同点ホームランから6連打で一挙に5点を奪い勝利。ダルビッシュ有、38、松井裕樹、28の登板はなかった。パドレスが地区シリーズ進出を決め、 ドジャースととの対戦となった勝利を挙げた瞬間にペトコパーク史上最多の4万7705人のファンからは BAETLALA をやっつけろの大合唱が起こった9月27日には直接対決で地区優勝を決められファンは悔しい思いをした試合後地区シリーズ進出を決めたダルビッシュはすごく嬉しいですねやっぱりサンディエゴとしても 球団としても LA というのは大事な相手、勝てるように頑張りたいと思いますと口にした。このワールドカードシリーズ2戦ではブルペン待機で投げる場面がなかったが、5試合で3勝選手となる地区シリーズでの登板については、まだ言われてないんですけど、しっかり投げるのであれば準備したいと思いますと話し、第2戦ならば山本由伸26との投げ合いになる可能性が高く。 ポストシーズン初の日本人同士の投げ合いとなるが、自分でも本当にどこで投げるのかわからないので、投げ合えるのであれば、しっかり楽しんでやりたいと思いますと語った。